人気ビジョンゲーマータヌカナが6日配信プラットフォーム Twitch で生配信を実施4日にタレントやすコが行った XQTwitter の投稿をタレントフワちゃんが引用して不適切なリプライを送りその後謝罪した件について触れヤス子の対応を「貸すなんよ」などと非難したタヌカナはフワちゃんの不適切とされる投稿について一昔前だったら 普通じゃない時代が変わったなという気持ちと言及安子の反応についてとても悲しいだっけっていうリプを返しているのも殺しに行ってるやん女って感じしたなと持論を展開したさらに安子に対しいい人入りしてるけどお前も嫌いやったんやなこいつのことっていうのも好けてと推察芸人らしい返しじゃなくて民衆を味方につけて フワちゃんを殺すみたいなムーブしてると批判した。続けて、芸人は男でないと務まらんなって思った。女がそもそも芸人したら、あかんよ。女が出てくるからと、試験も。改めてフワちゃんの投稿について、ネタに消化できるし、男だったら美味しいって思うとこなのにさあ、とし、そこで、悲しいですって。え、なにお前芸人ほんまにやってんの ってと非難の言葉を続けた。ふわちゃんに向けては謝罪せんでよかった。つい消しもせんでよかったとし、お笑い界に問いを投げかけるというか、こういうのってお笑いであることないそれで芸人のつもりなんかってところで戦ってほしかったな。プロレス仕掛けたかっただけなのに、返してこなかったお前が芸人として間違いじゃない っていう方向で戦ってほしかったと主張したその上でたぬかなは安子の投稿をおもろくしたらふわちゃん助かっちまうからおもろくせんかったっていうのがかすなによとばっさりもともと仲が悪っかんかは知らんけどおもろくして返したらただのおもろいやり取りで終わるのに悲しいって返したらそれも芸人じゃないって思っちゃうと持論を続けた タヌカナは2022年2月、ライブ配信で男性の身長について、170ないと、正直、人権ないんでなどと発言し大炎上。所属していたプロイスポーツチームとの契約を解除された。その後の配信を再開後も炎上を連発しつつ、ルックスを生かして、人気漫画雑誌、ヤングマガジンの、完末グラビアを飾るなどを活躍している。 以下はネットユーザーの反応をまとめたものです時代が変わったとのことですが確かに変わりました人に対して言ってはいけないことやってはいけないことつまり善悪がはっきりしてきました許されていた悪が許されなくなってきただけです当たり前のことが当たり前になっただけです芸人である前に良心を持った一人の人間として正しくあるべきです その上で芸人という仕事をすればいい。何でも笑いに変えればよいというわけではない。男女差別発言も見受けられますね。人のことよりまずご自分の心を整理された方が良いと思います。安子さんが周りの人をけしかけるようなメッセージを送ったんだったら、まだしも、うざ絡みをしてきたのは、ふわちゃんの方だからね。いい人売りとかじゃなくて、 大人の対応をしとかないと大人気なくぶち切れることもできたかもしれないけど波風を立てて大騒ぎするとうざがらみしてきたやつと一緒に今後の仕事にも影響しかねないダメージを追いかねないから被害者だけど大人げない対応はしないよう控えたってだけでしょ今後の仕事もしっかり考えてる普通の大人だったらそうするよ エライザーもそうだけど、確かに、そういう考え方はあると思います。けど、コンプライアンスや、ネットリテラシーという言葉が発明されてしまった以上、時代は変わったんです。時代に合わせて、自分を変えていかないといけない。今回、人ごとで終わりにせず教訓として、SNS との、うまい付き合い方というものを、改めて一般人も考える良い機会になったんじゃないのかなって思います。